君を愛せるか、本当に君を守れるか、空を見て考えてた、君のために今何ができるか、忘れない目の時をきっとそばにいるから、そのために僕らはこの場所で同じ風に乗れて同じ時を生きてるんだ。伝えてないことがある。